アーサー王と円卓の騎士を描いた中世の西洋画円卓の騎士とはアーサー王物語においてアーサー王に仕えたとされる騎士。円卓の騎士に関する最も古い記述はウアー,アースの著作に見られる。その名はキャメロットの城にある円卓を囲んだことに由来する。神座下座のない円卓が用いられたのは卓を囲むものすべてが対等であるとの考えからである。 新たな円卓の騎士は空席ができた時にのみ迎えられる。その者のは以前の騎士より勇気と武勲を示さなければならず、それができなければ魔術師マーリンが円卓にかけた魔法により引かれてしまう。聖杯伝説の一形態では円卓にはイエス・キリストと十二人の使徒を模して十三の席があったとされる。キリストに対応するアンサー自身が一つの席に座り、 残りの席に一人ずつ騎士たちが座っていたが、13番目の席のみは、例外的に誰も座っていなかった。なぜなら、この13番目の席はキリストを裏切ったイスカリオテのユダの席であるため、魔術師マーリンが席に呪いをかけており、座る者は呪いに侵されるからである。そのためこの席は、危険な座と呼ばれ、神王が足を乗せると叫び声を上げるという、 アイルランドのファルの石からできているとされる。しかし、円卓の騎士の一人であるランスロットの息子、ガラハットが呪いを恐れずにこの席に座り、呪いに打ち勝って12番目の騎士になった。彼が聖杯を手にして天に召された後は再び空席となった。競技には、円卓に座ることを許された騎士を円卓の騎士と呼ぶ。12人とされることがあるが、人数は文献によって相違があり、 構成員をすべて挙げない文献も多い。また講義にはアーサー・オー・ハイカの他の騎士たちも円卓の騎士と呼ぶ。例えばトマス・マロリーのアーサー・王の詩には300人の円卓の騎士といった表現がある。以下に円卓の騎士として著名な人物を挙げる。一部の文献によれば以下の人物も円卓の騎士に含まれる。ありがとうございます。